バサーって切りました。こんにちは、ケイカです。今日も草刈り機ですよ。今日はなんと初めての試みです。挑戦、金物の刃にチャレンジしてみよう。この格好をご覧ください。前回せっかく新しいワークマンの秋めくつなぎをゲットしたのに、今日は暑いです。すごく暑くて夏に逆戻りのような天候なので、あの薄手の以前から着ている、このこれもワークマンの作業服ですけどね、これで今日は草を刈っていくぞ。今日取り付けた刃はこちらです。ご覧ください。あ、まず機械から、スプリットモーター 18V です。ずっと私が使いたいなと思っていた草刈り機です。そしてこのスプリットモーター 18V に新しい刃を取り付けました。これはもともとついていた刃です。マキタの樹勢の刃を取り付けました。前回ね、付けた刃はちょっとサイズが大きかったんだそうです。私初心者なので知らなかったんですよ。この機械に合った大きさの刃があるんですね。チップソーっていう金物の刃は大きいサイズと小さいサイズがあって、大きいからいっぱい切れると思ったんですよ。でもそうじゃないですよって視聴者さんに教えていただいてありがとうございます。適正の大きさの刃をつけましたので、大きさについては概要欄でご覧になってください。初めてこの金物の刃を使いますので、ちゃんとできるかどうかドキドキしています。でも草刈り機一生懸命取り組んできたので、ここを目標に、まず一つの目標にしてやってきたから、今日はそこにチャレンジです。いきますよ。いよいよチップソー金物の刃スタートです。行ってみますよ。まず電源入れます。スプリットモーターだから、ここ違います。今までのループハンドルとは違って、電源長押しって書いてあるので押します。押すと電源入りました。1のところに今印がついていて、もう1回押すと2もつきます。1と2のパワーがあるんだね。では最初だから1でいってみましょう。そしてあとここ握るだけでしたね。握るだけですよ。そうすると回ります。こうやって回ります。で行ってみよう。まずはスタート。よし、はい、よし。切れます。なんかこれまでの、樹脂刃、ナイロン刃に比べてものすごい切れます。だって金物だもんね。この刃すごい切れる。ちょっと怖いくらいです。金物の刃チップソーは石は跳ねにくいけど、キックバックって言って跳ね返りが要注意だってお勉強しました。だから石とか木とかに当たらないように慎重にゆっくりやっていきます。レッツゴー。よいしょ。そら1の方、レッツゴり機の底が石に当たってキュイーンってなりました。でも石は飛ばなくて安心でした。樹脂刃よりナイロンコードよりチップソーの方が石は飛びにくいっていうことでちょっと安心なんだけど、物にはぶつからないように気をつけたいですね。
では続き行ってみます。よし、ついてるけど、草刈り機のこの円盤の3分の1の上のぐらいのところに草が当たるように切るといいって勉強しました。今映ったかな？この辺りの上の3分の1ぐらい、この辺で切るといいんだそうです。長い草でもバサーという風に切れます。すごくいいです。行ってみよう。前のループハンドルではとても難しかった場所です。だけどこれスプリットモーター金輪だと一撫でしただけで枯れる。全然止まることないし、刃がこうなんだろう、草に邪魔されているっていうか、モーターに負担がかかっているって感じは全然なくて、バサーッと切れます。気持ちがいいぐらい切れます。すごくいいです。それからスプリットモーターは、すごく難しかったんですよ。重たくて、私にとってはこの機械自体が重たくて大変だったんですけど、このハーネスになってから初めてです。そしたらですね、重さが分散されて以前よりとっても楽です。肩掛けの紐だった時よりすごく楽です。まだまだできます。どんどん行ってみよう。よし。見ましたか？そこの切り株からいっぱいアカシア出てたんですけど、トゲトゲ。バサーって切れました。気持ちがいいです。切れ味がいいっていうことは危ないから慎重にですね。また行ってみます。楽しい。もうちょっとここら辺、石に当たるとキックバックが危ない。ギューンと跳ね返っちゃうのが危ないので、キワは残しました。こっちも。
危ないので、際上がりが得意なのはナイロンコードと樹脂刃だから、それで頑張りたいですね。そうじゃないところはすっごく良い切れ味なので、どんどん買っていきまーす。ナイロン刃とか樹脂刃の時とは違って妨げないでバサッと切れるから、チップスだとうわーっていう風にこう刃をねこううわーって動かしても切れるんですよ。今映ったかな、どうだったでしょうかね、うん、もうちょっと下がってたって分かった。あのね、映ってる映ってる。あの今まではこういう風にしか動かせなかったナイロンコード樹脂刃だったけど、チップソーになったらうわーって切っても臭いにね妨げられないんですよ。だからね、そういう場所に立ってガバーっていう風に切れるのでとっても気持ちがいいです。まだね、最初1回目のチップソーだから結構緊張して手にも力が入っているんだけど、いっぱい切れてすごく楽しかったんです。重さもほとんど気になりませんでした。これ重たくて私使うの大変かなと思ったけど、楽々です。これもぴったり、なんかちょっと日没早くなりましたね、なんかそろそろ終わりかなっていう感じもするんですけど、初めてのチップソーとってもよくできて嬉しかったです。よし、じゃあまた次の動画でね、皆さんから教えていただいてレベルアップしていきたいと思いますから、どうぞよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、温かいコメント、優しいアドバイスお待ちしてます。またねー。